どうだ？この形は、じゃあ今まで三船山のつもりでちょっとやってましたけど、雪の残ってちょっと風情のあるね、今年なんかいいスタートよね。九州らしくないけど、こういう感じがいいかなと思います。はい、じゃあ佳境の一番のスポットに行ってみましょう。観光マップ。あ、竹内神社3番目にありました。おー、竹内神社も高い。イエーイ。すごいいい感じ。見て、これすごい、ほら、ちょっとこれが安山の、あの、みんな知らないと思うんですけど、安産の、刺したらこう、安産、ワンちゃん、安産木がワンちゃん無事に生まれますように。ワンちゃんが生まれるわけだけど、無事に産みますように。結構ね、ライトアップサービスよね。ライトアップされちゃった、あの、サバね、バナカサバ置いて、見えてまいりました。ちょっと風の冷たさと、空気の静けさと、おお、わあ、久しぶりに来ました。わあ、おお、なんか、わあってしか言えんね。うん、中12畳の広さの空洞がありますって。中ね。ああ、うちんがだらリビングぐらいはおっとろしか。夏は涼しかよね。ここで必ず深呼吸を、こうパワーをもらうんです、私は。岡田さんがオークスに来てやることは、はい。しばらく。今までの、あの、人生はずっと振り返りながらやろうって言っちゃうね。ね。今後の美代子の生き方みたいな感じだろ。で、元気をもらう。ほんとパワーをもらうね。そうさ。神様がいけ。神様が。神様が。参るからね。では2例200種1例で参りに行きましょう。はい、やはりまずは健康ですね。家族の健康、そして物産家ファミリーの健康でございます。ファミリー大切やんね。健康なら何でもできますからね。ちょっとご利益ある。おお、みくじ。いきます。おお。はい。せーせー。1の3。はい。長いしちゃったね。おー、いいじゃん。決して人に騙されるべきみよちゃん、オレオレ詐欺とか気をつけなさいって書いちゃったのか。そしたら盗んで盗んで帰りたいと思います。とにかく一番健康でだよね。あと物産館はますます繁盛、はい、お客さんいっぱい来ますように、はい、よろしくお願いします。みよちゃん、やっぱここ来てよかったね。よかった。1年
の刑はやなんてろって言うけどさ、やっぱり滝尾神社に来て心を改め、そう大楠さんにも清められて、そう安産祈願もしたしね、はい、よかった。どうぞ、私たちはこうやって言ってることと見るのではやっぱり自分で来ての体験とか ね、はい、うね、こうなんか自分で受けるこう、ね、パワーとかパワーはもうこればっかりはね、うん、自分だけがだけ、どうぞ密にならないような時に来てもらって、はい、滝尾のいいとこ見てもらいたいと思います。じゃあ滝尾に来てください、お待ちしております。はい、はい。